北の K、足別は、かつて、北海道足別市に存在した、宿泊施設を備えた、レジャーランド施設、炭鉱閉山による不振を打開するための、観光開発政策を図るべく1970年7月に、足別レジャーランドとして、市内の商工業者と市民の出資により開業。当初は、宴会、婚礼施設を備えたホテルや、温水プール、小ステージ、ボーリング場、 熱帯植物園、お祭り広場、屋外遊園地、大浴場などを備えた若者向けの施設展開としたが1972年に高齢者にも親しみやすい宗教観光路線へ転換し1974年に十二市、園、1978年に世界最大級の50棟であるホテル50棟を建設し1988年に会社名、施設名を北野慶。 足別に解消。翌1989年には、世界平和や北海道の発展の願いを込めた、北海道大観音が混流され、1993年には、ホテル33県道の開業により、日本のことを思わせる主要施設群が完成。道内のヘルスセンターやテーマパークの先駆けとなった。しかし、公共温泉の増加や、 景気の悪化に伴い1990年の約17億円をピークに売上が減少し経営が悪化2004年に子会社として有限会社ランドを設立し累積債務の整理と経営再建を計画2007年1月に北の都は市別を生産しランドに経営権を譲渡した後施設も3月に同社が1億円で落札し4月から経営に乗り出した 2008年4月8日に母体だった株式会社北の都足別が特別生産を受け、2008年11月までランドが営業。経営面は不安定が続き、不動産所有権が福島県の豊島ガラスを経て足別市内のアイカムにより営業を継続するも赤字が続き、2011年10月29日に、 経営元の株式会社アイカムが撤退するため10月31日をもって休業となり、従業員はすべて退職という報道がなされたが、後に公式ウェブサイトにおいて12月12日12時から営業再開と告知され、休業期間は41日間で終了。その後東京のアトリー参加の企業である奈良県の教育研修事業などを行うアコンプが施設を買収し、 2012年6月に全不動産の譲渡を受け改そうし8月からは合宿、教育訓練に特化した宿泊施設としてライフステージホテルテントへ改名。2013年1月に石川県金沢市の総統集計の宗教法人、天徳育成会が体感温像を購入。またスポーツ合宿事業の見通しが立たないことから宗教施設として 観音像やホテル部分の固定資産税免除を足別市に申請し、認められ、宗教施設扱いで、有料宿泊者の受け入れができないため2013年8月末、アコンプはホテル営業を終了し、2013年末以降は、事実上天徳育世界北海道分院が占有する施設となっている、北海道大観音とホテル50棟全長88メートル、開業当時は、 有料公開されており、エレベーターで頭頂部まで登ることができた。大小の観音像や本尊が安置され、最上階には大観音展望台が設置されている。これは1989年11月3日、日本とインドの僧侶およそ20数名により、海岸法要が行われ、設置されたもの。18階には、メキラ新白衣観音、バサラ新章の3体の像が置かれており、 16階に、広島天、増長天、四道観音、餅国天、多門隆史。14階に、国蔵菩薩、女意林、観音、聖子菩薩。12階に、日光菩薩、延命内海菩薩、月光菩薩。10階に、地蔵菩薩、地菩観音、地蔵菩薩。8階に、普賢菩薩、聖観音、文樹菩薩と、菩薩像や観音像をはじめとする像がそれぞれ、 設置されている。6階には12市の監視手本尊が設けられ、4階には56観音の大理石彫刻壁が世界の仏具と仏像、薬師如来を収蔵した仏教資料館があるほか、7福神が祀られている7福神殿が2階に、身代わり観音としてご利益があるとされる先体観音が1階の入り口を入ったところに位置する。 大観音像前に広がっている庭園は、インドのタージマハルの庭園を模して作られたものである。観音像や仏像が内部に多数あるため、観光のほか信仰の場としても機能している。敷地内のホテル50棟奈良県にある放流寺をモチーフにしたホテル50の棟や33県堂をモチーフにしたホテル33県堂が合わせて建設されていた日本庭園やギリシャの神殿をデザインした。 大浴場もあり、最大2000人が収容できたお祭り広場ではタレントを呼び物にした歌謡賞も行われていた。かつて1988年7月31日からは、ホテルロビー棟の北の都足別から、北海道大観音の二つの駅を結ぶ3両編成の小座式モノレールが運行されていた。泉明工業製で、 路線長550メートル、車両は3両編成で、定員80名、最大時速11キロメートル。これは、鉄道事業法に基づく鉄道ではなく、あくまで遊具としてのものだったが、北海道において初めてのモノレールであった。乗車券は運行休止時点で、大観音廃館料などと、セットで600円で販売され、開業当時はアトラクションとしても人気を博した。 しかし、老朽化と多額の修繕費を理由に百9 9 9年6月に運行を停止、残されていた軌道も2008年頃に解体され、北の都足別と北海道大、観音の二つの廃液の実が残されている。奈良県奈良市の新薬指示、北の礼拝所として十二支援という絵との神様を祀った寺院、神社群が敷地内に建てられており、円形に並ぶ十二基の 小さな寺院には十二市の守護神が建て祭られている。それら建造物に囲まれた中央の神社風の建築物は中央八角堂であり、中央には聖徳太子を模して作られたゾーンが回転していた。池では多くの西木鯉が泳いでいた。その他スポーツ施設としてプールが存在し、廃止後は同じ場所で日本庭園パークゴルフ場が運営されていたが、その後庭園となった。 北海道大観音に関するカテゴリー、ありがとうございます。